皆さんこんにちは、お絵かきバーチャル YouTuber のやきまゆるです。なんと僕、夢の一つだったトレーディングカードゲームのイラスト制作をさせていただきました。これ僕が描いたカードなんですが、見てください、カードになってる。しかもめっちゃキラキラ、すごい。今回ブロッコリーさんのトレーディングカードゲームゼックスにお声掛けいただきまして、ようやく夢の一つが叶いました。もうめちゃくちゃ嬉しいです。書かせていただいたのは8月27日に発売されたゼックスエクストラパック第22弾、ドリームステージの茶屋の看板娘アグリーというカードでして、既存キャラクターアグリーちゃんのイラストになるんですが、アグリーちゃんはゼックス界のアイドルで、現実世界で声優さんがライブをやってたりするぐらいめちゃくちゃ人気キャラクターなんですよ。まさか初めてのゼックスカードでこんな人気キャラクターを描かせてもらえるなんてすっごく嬉しかったです。初めてやったトレーディングカードゲームのお仕事なわけなんですが、僕が何を言い出すかわかりますか皆さん。そう、自分のカードを引きたい。もちろんサンプルはいただけるんですよ。でも違うんです。あの袋を開けるドキドキ感の中、自分の書いたカードをどうしても引きたいわけですよ。ということで今回ボックスを用意いたしましたので開封していきたいと思います。ですが僕正直ですね、カードゲーム全然詳しくないんですよ。ほら、あのカードゲームって頭良くないとできないじゃないですか。僕脳筋なんでちょっともう全然ダメですので、今回助っ人としてスペシャルゲストをお呼びいたしました。なんと当チャンネル初のゲストさんになります。僕の描かせていただいたキャラクターアグリーちゃんのメインイラストレーターマサル .jp さんこと、VTuber として活躍中のマサルドットコちゃんです。どうぞ。どうも皆さん、はじめまして、マサルドットコでよ。ドットコちゃん、急なお声かけにもかかわらず来てくれて本当にありがとうございます。こちらこそ呼んでいただきありがとうございます。皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そういえば、はい、まゆるちゃん、はい、せっかく助っ人として呼んでいただいたんですけど、私もトレーディングカードゲームプレイしてないです。なんだってということで気を取り直してやっていきましょう。でこちらのドリームステージなんですが、なんと僕のアグリーちゃんだけでなく、ドットコちゃんの描いたアグリーちゃんも入ってるんです。しかもめちゃくちゃたくさん、この中には超高レアリティのカードもあるんですよ。そうなんです、5枚描かせていただきました。やっぱりドットコちゃんの描いたアグリちゃんはもうめちゃくちゃ可愛い、可愛すぎる。ありがとうございます、恐縮です。ですので今回僕のカードと違ってかなりねレアリティが高いカードが多いので難しいとは思いますが、こちらのカードもぜひ一緒に狙っていきたいと思います。はい、で僕のチャンネルは一応お絵かきチャンネルなので、開封前にちょっと絵の話してもいいですか。はいはい、何でしょう。実は今回描かせていただいた際に僕なりのこだわりがあってですね、はい、あの僕既存キャラクターを別のイラストレーターさんが描いた時に絵柄が変わっちゃうのどうしても苦手なんですよ。それで今回一生懸命ドットコちゃんの絵柄に寄せようとしたんですよね。といっても最近というよりちょっとね数年前のドットコちゃんの絵柄って感じにはなっちゃったんですけど、確かにどちらかというと少し昔の私の絵柄っぽいですよね。でまあ寄せようとしたんですが、とにかくねこれがもうめちゃくちゃ大変で、もうドットコちゃんの絵って1影に2影に反射光にハイライトに影も境界が濃い色になってるやつやってるじゃないですか。で影にぼかしもいっぱいかかってるし、塗っても塗っても全然終わんないってなりましたもん。すっごい丁寧に描かれてて塗りやすいも全然はみ出してないし、もうね僕は死にそうになりました。すごい分析していただいて感動してますそんなにやばかったですか。もうね本当にねやばかったです。実は僕この絵を描くのになんとね全部で5日かかっちゃったんですよ。めっちゃかかってますね。やっぱそうですよね。でこれ僕聞きたかったんですが、ドットコちゃんの動画でドットコちゃんの制作時間がめちゃくちゃ早いって言ってたじゃないですか。例えばこのオーバーブーストレアの絵ってちなみにどんぐらいで描けちゃったんですかね。あの絵はだいたい12時間くらいだったと思います。マジですか12時間え、あのクオリティで。はい。え、すごい本当ですか。え、ちなみに勇気のイデアはど
どんぐらいかかったんですか？勇気も同じくらいだと思いますよ。マジですか？やばいですね。すごいですね。いやいやいや、いや尊敬します。僕もねドットコちゃん目指して精進いたします。ということで僕がドットコちゃんに聞きたかったことも聞けましたし、早速開封していきたいと思います。いきましょう。おー、狙うは僕とドットコちゃんのアグリーちゃん。リアリティの高いカードも出るといいですね。いいですね、本当に。ワンボックス10パック入っているので10回ね開けていきたいと思います。それではいきますよ。初開封、イエーイ。ということでまず1パック目ということで開けていきます。よいしょ。あ、アグリーちゃんの早速、アグリーちゃんですよ。出ました。でも僕たちのアグリーちゃんではないですけど、アグリーちゃん出ました。やった、嬉しい。幸先いいですね。すごい、もう幸先いいですね。いいですね、本当に。次いきますね。じゃじゃん、じゃ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 ん。あ、すごいすごい、出た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 。いや、出ました、ドットコちゃんのアグリーちゃん。やったー。しかも幼少期のやつ、すっごい可愛いやつ。あ、すごいですね。引きいいんじゃないですか。やばいですね、いきなりこれは。めちゃくちゃ引きいいですよ、はい、いいですね、来てますよこれは、はい、流れ。じゃじゃん、はい。ということでね、こちら SR のカード、アグリーちゃんの SR カードとドットコちゃんのかわいいかわいいアグリーちゃんゲットしました。イエーイ。それでは2パック目見ていきましょう、はい、じゃじゃん、じゃじゃじゃん、プリズムちゃん、じゃじゃじゃん、じゃじゃん。あー、ということでね、今回アグリーちゃんはね出ませんでした。でもね、全部すごい可愛い。ね、可愛いですよね。可愛いですよね、本当に。それでは3パック目見ていきましょう。じゃじゃん、じゃ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 ん、じゃじゃん。うわー、また出ない。また僕のアグリーちゃん出ない。じゃじゃん。あ、すごい。あ、これはすごい。これじゃないですか。これは。これピカピカですね。これすごいやつなんじゃないですか。UR じゃないですか。え、本当ですか。すごい。UR だ。え、嘘嘘嘘嘘嘘。光った光った。え、すごい。やったやった。すごい。嬉しい。やった。やった。それではちょっとね、運を使い果たしたような気もするんですが、4パック目開けていきたいと思います。はい。じゃじゃん。じゃじゃん。あ、すごい。すごい。アグリーちゃん出た。働くシフトのアグリーちゃんですよ。やった、さっきのと合わせて幼少期の本読んでるやつと大きくなって本読んでるやつ2つゲットしました。すごい、やりました。やったやった。もうこれはね、あのドットコちゃん読んだ成果が出てる気がします、はい、僕ここにね、まさに効果が出てる気がします。本当に幸運の女神なんじゃないかなと思っていますね。ここからですよ。すごい嬉しい。じゃ次いきますね、はい、じゃじゃじゃん、にゅちゃん、そしてじゃじゃん。ということでね、こちらドットコちゃんのアグリーちゃん手に入れました。イエーイ。ということで5パック目開けていきたいと思います、はい、じゃじゃん、アグリーちゃん。あ、すごい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 、またアグリーちゃんだ。いいですね、すごい。どんどん僕のアグリーちゃん以外がどんどん揃っていく確かに、すっごいもうどんどん揃っていく。いや、でもいいですよ、この流れはいいですよ。流れ来てますよね。流れは来てます、間違いないですね。じゃあ次開けていきます、いきますよ。じゃじゃん、じゃじゃじゃん、ちゃん、じゃじゃじゃん、ゆうちゃん。あ、これすごい、キラキラのやつだ、ね、キラキラのやつ出ました。光ってる方のやつですね。わー、すごいすごいですね。アグリちゃんもどんどん出ますね。出ますね。机がいっぱいになっちゃいそうですねじゃあ6パック目開けていきたいと思います、はい、じゃじゃじゃん、アグリちゃん。あ、また出た、また出た、すごい。いいですね、やったー。もうどん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 僕以外のアグリちゃんが手に入っていく。かぶらないですね。じゃあかぶらないですね。すごいですね。じゃじゃじゃん、リスちゃん、じゃじゃん。こちらアグリちゃんまたまたゲットしました。イエーイ。それでは7パック目開けていきたいと思います。じゃじゃじゃん、ミリちゃん。お、
じゃじゃん、ミリちゃん、あ、キラキラが多いやつですね。やった、キラキラしてる方です。やった、それでは8パック目開けていきたいと思います。じゃじゃん、じゃじゃん、じゃじゃじゃん、じゃじゃん、あ、またすごいやつ出た。今回は SR ですかね。そうですね、あ、本当だ、違う、ちょっとさっきのとキラキラが違う。じゃあさっきの方がすごいやつだ。ね、そうですね、すごい、うん、キラキラ感がちょっと違いますね。すごいすごい、やったー、あ、ドキドキしてきますね。そうですね、あと2パックですからね。それでは9パック目開けていきたいと思います。じゃ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 ん、ニューちゃんと、ニューちゃんと、じゃじゃじゃん、また、じゃじゃん、またすごいキラキラしてる、ミニーちゃんの SR、え、すごい、やった、やった。それでは最後の10パック目開けていきたいと思います。どうかね、僕のアグリちゃん出てほしいなと思っています。それでは開けていきます。とうとう最後ですね。そうですね、最後ですね、出るといいな。それでは見ていきたいと思います。じゃじゃん、あ、またまたアグリちゃんだ、やったー。僕のじゃないですけど、うん、アグリちゃん出ました。もう全然かぶらない。じゃじゃじゃん、ミリちゃん、ミリちゃん、じゃじゃじゃん、ちょっとやばくないですか。最後の1枚だ。最後の1枚だ。分かってる、分かってる、このアグリちゃん、ちょっとすごい、さすが一番最後ですよ。すごい、やった、やった、皆さん、いやいやいや、見てください、やった。僕のね、書いたアグリちゃんね、まさかの最後の1枚で引くことができました。すごい、いや本当に満を持して来てくれました ね、びっくりしましたね。こんなすごい、こんなことがあるのかと。もうさすがアイドルですよ。持ってますよね。いやすごい、もうこれはね、幸運の女神マサルドットコちゃんが来てくれたおかげだと僕は思います。いや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 、もう本当についにね、すごいゲットしました。僕のね、アグリちゃんをゲットすることができたんですが、実は G ボックス目で出なかった時用にですね、実はもうワンボックス用意しておりましたので、せっかくなんでね、こちらもさらっと開けていきたいかなと思います。じゃじゃじゃん、じゃじゃん、じゃじゃじゃん、じゃじゃん、こちら SR のカードゲットしました。イエーイ、じゃじゃん、じゃ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 ん、じゃじゃん、じゃじゃん、あ、下半身、下半身、下半身、オーバーブースト、レオの下半身が手に入りました。ニューちゃん下半身、わした、下半分、下半分、これは上乗ってもらわないと。なんですけど、そうですよね、すごい。それでは見ていきたいと思います。じゃじゃじゃん、あ、またまた出ました。こちら、はい、ドットコちゃんのアグリーちゃん2枚目です。やったー、やったー、あ、嘘、また出ました、すごい、いきます、はい、じゃじゃん、ミリちゃん、じゃ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 ん、ニューちゃん、じゃじゃん、プリズムちゃん、じゃじゃん、あー、 SR は来ましたけど、わー、こちらね、2枚目の SR になります。はい、じゃじゃん、じゃ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 ん、じゃじゃん、じゃじゃん、ということでね、キラキラしてるやつは手に入りました、はい、キラキラ光ってる、よし、よし、最後ですよ、最後、はい、最後ですよ、来ましたよ、はい、ということで皆さん、最後の最後の本当に最後のパックになります。もうね、僕はボックス用意しておりません。ぜひね、ドットコちゃんのレアカードぜひね出てくれたらいいなと思います。それでは見ていきたいと思います。こいこい、それでは行きますよ。じゃじゃん、いい、うーん、じゃじゃん、じゃじゃじゃん、あ、また物語アグリちゃんは手に入りました。そして最後、最後です。じゃじゃん、ミリちゃん、ということで、はい、残念ながら高レアリティのカードはね手に入らなかったんですけど、お目当てだった僕の書いたアグリー
ちゃんとそしてトットコちゃんの描いたかわいいかわいいアグリーちゃんをゲットすることができました。やったー、やったー、やったやった。もうね、お目当ては達成されました。ということで今回の成果はこんな感じでした。これからもゼクスの公式イラストレーターとして活躍していきたいと思いますので応援よろしくお願いいたします。そして今回ゲストにお越しいただいたドットコちゃん、本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。まゆるちゃんと一緒にワクワクドキドキ楽しめて最高でした。本当ですか。もうね、こっちもドットコちゃんが来てくれたおかげでね、きっとこんなにいいカードがいっぱい手に入ったんだと思います。本当にね、今日はありがとうございました。はい、ドットコちゃんなんですが VTuber としては最近デビューいたしまして、 YouTube で講座系のかなりしっかりとした動画をアップしています。なかなか聞けないイラストレーターのお金の話とか、イラストレーターになるまでの道のりなど結構セキララに話しているのですごく面白いです。概要欄にチャンネルのリンクを貼っておきますので、ぜひ興味のある方は見てみてください。はい、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。それではトットコちゃんありがとうございました。まったね。ということで初めてのゲストをお迎えしてのゼクス開封動画でした。こちら宣伝になりますが、なんと実は今回のアグリーちゃんの他にも9月24日に発売されるゼクスエクストラパック第23弾、ゼクメモにてフライトゥーザスカイタイプ 1A2Z、 そして10月22日に発売されるゼクスブースターパック第34弾、イデアドライブにてレイニーフラッグスマルタを書かせていただいております。タイプ 1A2Z ちゃんは大人気イラストレーター藤間拓也先生デザインのキャラクターで、僕が担当する初めての SR カードになります。キラッキラに輝いているので楽しみにしていてください。またレイニーフラッグスマルタはなんと僕が初めてキャラクターデザインから担当させていただいたカードになります。何卒よろしくお願いいたします。ヤキマイルのお絵かきチャンネルではお絵かき関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。高評価も制作の励みになるので押してくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。では。